どうもアンソニーです。今回の動画は2024年決定版 FPS TPS アプリゲームまとめ。スマホ向け FPS TPS ジャンルの中でリリース済みのおすすめ4タイトルと新作4タイトルの計8本をご紹介。今回荒野行動と PUBG は殿堂入りとさせていただきました。それでは早速見ていきましょう。アリーナブレイクアウト。テンセントゲームズさんより配信中、本格的な FPS が遊べるタイトル。プレイヤーは敵地に潜入し、戦利品を集めて脱出を目指すゲームシステム。途中で敵に倒されると所持しているアイテムが全ロストしてしまうというスマホ版タルコフとの呼び声も高いタイトルです。マップには他のプレイヤーだけでなく個性的なボス NPC も登場。倒すことができれば特別な戦利品を獲得することができます。各種武器の中には10箇所を超える改造スロットを備えた武器もあり、700以上のパーツを組み合わせて自分好みにカスタマイズするガンスミスシステムも人気。とにかくやれることが多く、やめ時を見失ってしまいそうな大ボリュームです。プレイヤー全員の公平を期すため、残念ながらコントローラー接続には対応していませんが、緊張感のある FPS を楽しみたい方は概要欄からチェックしてプレイしてみてはいかがでしょうか。スノーブレイク。 C3 ゲームズさんより配信中、 PC スマホで楽しめる本格 TPS。 ビレー 3D グラフィックで表現されたアニメ調のキャラクターを3人1組のチームで編成し、状況に応じて切り替えながら戦うタイトル。本作は個性の異なるアニメ調のキャラクターを収集育成して操作できる RPG 要素が特徴。育てたキャラクターで3人1組のチームを編成し、群がる雑魚敵を重火器で一掃する掃討戦や、巨大ボスの攻撃を回避しながら弱点に攻撃を叩き込む戦闘など、戦場の変化に応じてバリエーションあふれるバトルが体験できます。腰を据えてプレイできる場合は PC 版、もしくはスマホに PS4 や XBOX など Bluetooth 接続可能なコントローラーでプレイが可能です。ステージ攻略型のゲーム性で他プレイヤーとの協力プレイも可能。バトロワなどで対人戦に疲れてしまった人やカジュアルなシューターゲームを探している方は概要欄からチェックしてプレイしてみてはいかがでしょうか。ウォーフレーム。ミトロゲームズさんより配信中、 PC、CS、IOS で遊べるアクション TPS。 ウォーフレームと呼ばれる強化外骨格を装備したプレイヤーが銃や近接武器を駆使して敵を倒していくスタイリッシュなアクションが特徴。フレームごとに様々なアビリティが付与されていて、透明化や雑魚敵の洗脳、デコイの生成などなどユニークなスキルを駆使して大量の敵や大型ボスとのバトルを楽しめます。本作は全てのプラットフォームでセーブデータが共有できることに加え、最大4人のマルチクロスプレイにも対応。フレンドとのマルチはもちろん、ノラマッチング機能も搭載しています。また課金要素はプレイ時間の短縮や見た目が変わるスキンのみなので、無課金でも時間をかければ全てのコンテンツを楽しめます。スマホ版ではコントローラー接続に加えてタッチパネルでも遊びやすいようにオート射撃の切り替えなど操作が簡略化されているものも嬉しいポイント。残念ながら Android 版は撮影時点ではまだ非対応で、2024年内リリースを目指して制作中。とにかくキャラコンが気持ちいいゲーム性になっているので、一風変わった TPS を楽しみたい方は概要欄からチェックしてプレイしてみてはいかがでしょうか。コールオブデューティーウォーゾーンモバイル。アクティビジョンブリザードさんより2024年3月21日リリース。家庭用ゲーム機で販売された COD ウォーゾーンをスマートフォン向けに調整したタイトル。コンソール、PC 版の進行状況が共有される、クロスプラットフォームにも対応しています。ウォーゾーンは従来のチームデスマッチやサーチ&デストロイなどと異なり、最大120人のプレイヤーが入り乱れるバトルロイヤルがメインコンテンツ。リリース時にはファンの間でも人気のベルダンスクが復活するほか、スマホでも遊びやすいように様々な操作オプションをサポート。事前登録者数も全世界で5000万人を突破するなど、今年リリースが決まっている FPS の中でも最も注目度が高いタイトルとなっています。気になる方は概要欄からチェックしてプレイしてみてはいかがでしょうか。カラビア。中国のゲーム会社アイドリームスカイが開発し、テンセントゲームズがパブリッシャーを務める TPS。
中国では PC 版が2023年8月にリリースされ、スマートフォン版の事前登録も実施中。 Apex Legends や Valorant のように個性的なキャラクターが多数登場するヒーローシューターで、原神などホヨバース作品にも引けを取らない高グラフィックのアニメキャラを操作して5対5のチームに分かれて競い合います。本作最大の特徴は、一般的な 3D モードとペラペラの紙になれる 2D モードを切り替えることができるゲームシステム。 2D モードでは壁に張り付いて普段は通れない場所を移動できたり、手を広げて空中を滑空したりなど様々な使い方ができます。国内でのリリースは未定ですが、中国版には福山潤さん、結城葵さん、野戸真美子さんなど人気声優による吹き替えボイスが収録されているので、ぜひ日本でも遊びたいところです。気になる方は概要欄から公式サイトをチェックしてみましょう。ディビジョンリサージェンス、 UBI ソフトさんより2024年リリース予定。オープンワールドシューターディビジョンシリーズのスマホ版。ドルインフルと呼ばれるウイルスの蔓延によって荒廃した現代のニューヨークシティを舞台に、様々なスキルやガンアクションを駆使して敵を倒したり、高難度の任務に挑んでより強力な武器を集めていくハクスラ要素が特徴のタイトルです。ディビジョンシリーズおなじみ、通常のエリアよりもレアな素材を入手できるダークゾーンでは、CPU だけでなく物資を取りに来た他プレイヤーと遭遇することもあり、協力するか敵として排除するか自分で立ち回りを選択できます。2023年11月に第2回ベータを実施後、一時はアップストアでも3月31日リリース予定と表記されていましたが、現時点では12月リリースへと変更されていました。もしかしたら国内でももう一度ベータテストが行われるかもしれませんね。気になる方は公式サイトから事前登録をして続報を待ちましょう。レインボーシックスモバイル、 UBI ソフトさんから2024年内リリース予定。 5VS5 の本格タクティカルシューターが楽しめるレインボーシックスのモバイル版、通称ニジモバ。攻撃側と防御側に分かれて攻守を入れ替えながら3ラウンドの勝敗を競うルールで、壁や天井、床などを破壊して様々なルートからの攻略を目指すことができるのが特徴。攻撃時には敵が潜む建物をドローンなどを駆使して偵察し、壁や天井を破壊しながら追い詰めていきます。一方、防御側は入り口の封鎖や壁の補強、敵が入ってきそうな入り口に有刺鉄線を設置するなど、侵入を妨害するトラップを駆使して拠点を守ります。さらにオペレーターごとに異なるアビリティと装備が設定されているなど、様々な要素が組み合わさり高い戦略性のゲームになっています。そんな本作はアップストアによると2024年9月リリース予定。気になる方は概要欄から事前登録をしてリリースを待ちましょう。バロラントモバイル、ライオットゲームズさんから配信予定。世界的人気を誇る 5VS5 のタクティカル FPS のスマホ版。さまざまなロールを持つエージェントの中から使用するキャラをピックして、攻撃側5人と防衛側5人の計10人のプレイヤーに分かれて13ラウンドを戦い抜くタクティカルシューター。各ラウンド間にはゲーム内で獲得できるクレジットを使って武器を購入するフェーズがあり、この武器選択とエージェントのロールによって奥深い戦略性が生まれます。そんなバロモバは2022年9月にジェット、レイナなど PC 版の初期キャラでボムモードを遊ぶ実機のプレイ動画が公開されていましたが、現在は公式により動画が消去されているようです。当初は2023年内のリリースを目指していただけに続報が気になるタイトル。もし今年リリースされていれば FPS ジャンルだけでなくスマホゲームの中でも覇権タイトルになること間違いなし。気になる人は公式 X をフォローして続報を待ちましょう。ということで2024年 FPS、TPS アプリゲームまとめでした。いや、個人的にもですね、バロラントなんかは結構ねプレイしたりしていますので、まあ、スマホ版待ってる人はねめちゃくちゃ多いと思います。まあ、本当にね面白いゲームなのでね、もうぜひねやったことないって人はプレイしてほしいですね。まあ、この他にも皆さんの気になるアプリ、動画の感想、動画で紹介したタイトル以外でもおすすめタイトルがあればぜひコメントで教えてください。このチャンネルは様々なゲーム、アニメの最新情報をお届けしております。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。